Hey guys, Dan the Wolfman here. Thank you for checking out my videos. Go to thecombatsystem.com for all your mixed martial arts needs. And please subscribe to my YouTube page. Make sure to go to thecombatsystem.com and subscribe to my YouTube page. Pounding me, and it was a good time. Thank you very much. Thank you for helping me. Make sure to subscribe to this guy's channel, Dan the Wolfman. If you respect the game, and you know the game, you know what you're talking about. And you're pretty credible. Well, thank you, sir. マジか。 あと2分。 Come on. ワイルドマンが攻略したように攻略っていうか、まあ両党もすごかったけど<笑>基本的にはやっぱもうプレッシャーだよね、まあ、下げさせる、もう要は下がっても、まあ、打てるんであれば、まあ、前に出ても打てるわけじゃん。
いや向こうとしては、うん、もう前の方が威力は絶対あるわけだ、うんうん、もうワイドマンがやってたのはもう常にプレッシャーかけてもうジャブで、でもう蹴って遠い間からもうミドルとインロー下手くそなんだけど、でも蹴られるだけで両手嫌がってるんだよね、下手くそなんだけど、でもうまあ、タックルはまあワイドがしてたんだけど、とにかくもうプレッシャーで、とにかく頭振って、もうストレートから入っていく、で、近くなったらもうクリンチで攻撃するとか、で、押す。あれ、サウスポーと押す。押す、押す。うん。うん。思ったのが、うん、最初は、うん、まあ、一番最初、様子を見ないといけないなって、今更思って。結構考えるのに自分のペースで行こうと過ぎてる感があって、うんうん、一番最初本当に30秒ぐらいは様子見てた方がいいなと、例えば自分の距離はここだったのに30秒前行ったのってみようと、この距離ってちょっとボールがあって、そしたら相手はまずまだまだもらえる、ちょうど教わったのは、俺も前に前にってすごく、持ち味だけど、やっぱ8人ぐらいしかないと、うん、だから持ち味8人、そこまでいく、もう自分も結構、もうもうあの日行ってそこまで行くのか、こう行かないと、あ8人なんだ、それは、おかみさんを下がらせるプレッシャーって、うん、よっぽどプレッシャーかけないと下がらないんですよ、うんうん、いや怖い、プレッシャーすごいよ、それはもう多分8人ぐらいだ、あ8人なんだ、あなるほどね、今日だからやったらもう本当に五分五分な感じです。もうだから、そうすると自分の、自分のスタイルじゃないですよ。それで多分人によると思うんですよ。勇気のやりやすかった俺は。だから多分、おかみさんは、6-4 ぐらいかもしれない。ちょっとプレッシャーを下げる方が、これはこれで強いと思う。それは俺もそう思う。でもそれは逆の6-4の人もいるじゃないですか。こっち引いた方が強い人もいるし、でもおかみさんは、6か7ぐらいな感じでやっぱ攻めるときは、結構やっぱり絶対やるんですよ。わかるわかる。それはもう意識でわかる。難しいなと思って、そこの切り替えが難しくて、今度じゃ例えばここで五分五分で、なんとなくいい感じリズムつくかするよ。じゃあ今度、こういったときに、やられたら一緒なことじゃないですか。まあね。だからそこ難しいなと思って、だから今日なんか、あれどこで切り替えたらいいんだろうと思って、ずっと五分五分で終わっちゃった。最後の。だったね、もうだから難しくて、そこの切り替えが切り替えは本当しなきゃダメだよね、ずっと俺だってやっぱやりやすいもん、え逆にずっとこれでも多分引くタイプとしてやりやすいんですよ、そうだね、うん、難しいなと、だから本当オプションとして武器であれがあるだけですっごい嫌だよ、例えばプレッシャーで俺下がる時あるじゃん、あの時にスパーンって狙われたとか距離ができた時にでわーって来られるよね、で例えば俺が避けさせた時に狙うぞって時にバーンって来られたら嫌だし、 ね、うん、それはだから、うん、そこは多分やりやすい、うん、それは多分自分で距離取ってる、うんうん、でもこの時多分どっちもゴムだから、うん、自分で距離取ってるわけじゃないんですよ、うん、なんか相手も狙ってるしこっちも狙ってるから、うん、なんか難しいですよね、たまにそれもしかしたらちょっとだからその最初の例えば次加藤君がやる時とかにその五分五分の意識を持っておくだけでパンチをもらったとしても大きなダメージはもらわないんじゃない、最初ですよね、うん、最初の1-2分、そうですね、うん、どうなの、そこから3分は8-2でいいのか、うん、それともたまに5分戻した方がいいのかはちょっと分かんないですよ、例えばその中でも、うん、こうなんか展開でこういう時になるじゃないですか、うん、またあるじゃないですか、うんうん、あるある、その時にまたこういっていいものなのか、うんうん、また5分5分から戻すのか、うん、それも分かんないですよ、で自分が多分鍛えるだったらやっぱここからまたさらに8人の距離に詰めていくと相手どんどん嫌になってくる、うんうん、それがプレッシャーじゃないですか、あとやっぱ思うんだけど俺がいつあの遠間からのストレートを狙うかっていうとこれ狙えるなっていう時にいつも言ってるんだけどあれやっぱ勇気が止まってる時なんだよね、うん、これ突っ立ってる時こうやってその時は狙ってるの、だからその時間をまずなくすってことなんじゃない、あれはもう多分疲れてるんですよ、うん、分かる分かる、あれは、うん、ちょっと休んでる、うん、あの時を多分家族も狙ってくるよね、うんうん、やっぱ例えば
ハセの調子いい時とかずっと動いてるじゃん。あれは狙えないよね。そうですね、うん、狙いにくい。あれはまた違う捉え方しないと。でもまた難しいのが、そこで出てくるのが、うん、自分はプレッシャーかけるのが好きなタイプだから、うん、そうすると、うん、今度は調子が良かったとしても、うん、こういう動きはしないんですよ、うんうん、なるほどね。調子が良かったら、うん、多分ここ止まってるのが一歩出るだけ、うん、
You want the Italian, but you think it's easy. Oh, look at him, it's a banana.
On est gay. Thank you.